7月10日の投開票日が近づく参院選。自民党公認で東京選挙区から元、おにゃんこクラブの生稲晃子氏、54、比例代表で元、スピード、今井絵理子氏、38、が立候補しているが、音楽業界4団体、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽出版社協会、が支持を表明し、音楽関係者から反発の声が上がっている。上原貴子は女優復帰、今井絵理子は再婚間近、元、スピード、メンバー。それぞれの現在地、6月30日に、永田町の自民党本部に音楽業界4団体の代表が赴き、2人を激励する決起集会を開催。日本音楽事業者協会の滝藤賀町会長は、日本のエンターテインメント自体、もっともっと政治の力をお借りしていかなければなりません。お二人は、10代から長きにわたり、活躍されてこられました。私たち現場の声を反映していただいて、太いパイプになっていただければ、などと語った。これに対し、すぐさま多数の音楽関係、ものが SNS などでこれを疑問視する声を上げ、7月2日には、シャープセーブアワースペースが抗議声明を発表した。抗議文では、音楽業界内には様々な政治的信条を持つ人間がおり、個人のレベルで支持する政党を表明することはもちろん自由です。しかし、音楽業界内において大きな、影響力を有する4団体が連携して特定の候補者の支持を公に表明するという事態は極めて異例だとして、本来は自由投票とすべきであり、そうでないとするならば、合議の上での意見統一のプロセスを経るべきだと我々は考えます。今回の支持表明は、そのような透明なプロセスを経た上で行われたのでしょうか、といきさつの説明を求めている。4日の段階で、賛同者はミュージシャンや音楽関係者など、2000人以上に上っているという。